四半期ごとにお送りしています小松社長インタビュー司会進行役の上甲あかりです特集編では小松の強みや将来に向けた取り組みについて毎回テーマを設定してお伝えしていきます今回の特集編では稼働を開始した小松あわず工場新組立工場についてお話を伺ってまいります大橋社長よろしくお願いいたしますよろしくお願いします 2013年11月のインタビューでは中期経営計画の3つの基本戦略から土台強化のための構造改革を取り上げ具体的な取り組みとして電力使用量半減を切り口とした生産改革国内生産工場への設備投資についてご紹介いたしました。その第一弾として石川県小松市で 中小型の建設機械を生産する淡津工場にこのほど新しい組み立て工場が完成し稼働を開始しました優れた省エネ効果と高い生産効率の両立を狙うこの工場の特徴について大橋社長にお話を伺いますまずこちらの写真から伺いたいんですがこれは新しい組み立て工場ですよねご覧いただくと分かるようにですね。 柱がほとんどないと。ええー、広々と随分してますよね、えー。ここは多分大きな特徴だと思いますね。以前はどのような形だったんですか？以前はですね、えー、北陸地方は雪が特に多かったということで、はい、柱のスパンがですね、非常に短くあの間隔が狭かったというのがございます。えーうん、あちこちにこう柱がまあ六メーターとか八メーター間隔に立つということが昔の千九百六十年代の建物の特徴であります。えー 今あのこの写真見てもわかるように随分と柱が減ったということなんですが、この柱を減らしたことによるメリットっていうのはどのようなものがあるんでしょうか。あのここにこう組み立てラインがあるんですが、この組み立てラインの真横にですから部品を供給することができると非常に効率がよろしいんですね、はい。ところがこの組み立てラインでの組み立ての生産ボリュームは毎週毎月変わっていくわけです、はい。そうしますと毎個から供給できるとそこが 生産量の変動ミックスの変動に合わせて自由にできるというところが一番大きいいかと思います、はい、それだけまあフレキシブルな工場になった、はい、ということなんですけれども今建屋の特徴をお聞きしましたがこの中身にあたる組み立てラインについても教えていただけますか,、はいはい、だから今この、はい、えっと組み立てラインそのものが、えっと、組み立てライン2本あったのが2つの工場に分かれておりましたのが1つの建屋に 2> 2つの組み立てラインを持ったとそしてどちらかが忙しければお互いに助け合うと、ええ、作業員も助け合えますし、えー、いろいろ組み立てラインでいろんな機種が流せるようになるというところもあると思いますそれだけやはり面積はは減っったたけれども、はい、生産性は上がとということす、ね、そういう意味では面積あたりの生産性が非常に向上しまして、ええ、こ,のこういうものをテーマに挙げましてアーズ工場のスタッフがまあもう何度も何度も 案を作り直して改善アイデアを出した結果としてここまで来たんだろうと思います、はい、随分大幅な改善につながったということですねそうですねまあ面積あたり生産性でいきますと多分3割ぐらいえっと面積が減りまして、はい、で生産ボリュームも上がりましたんでだいたい2倍ぐらいになってると考えてます今ここではですホ、ね、イール組み立てラインと油圧ショベルなどを組み立てるあのクローラー組み立てライン二、はい、つございます 作業効率の向上からいきますと物流の最適化も含めましてそれぞれ2つのラインの長さはだから30から50メートルぐらいを短くなりましたまた検査工程も組み立てラインで確実にできるようにしましてラインオフの後に必要な作業は時間にしてだいたい4割から5割ぐらいの時間が削減できたと考えていますま。 従来別々の建物にあった2つのラインが先ほど申し上げましたように1つに集中できたとさらにラインの生産管理のシステムを最新の ICT をよりまして大物部品のジャストインタイム納入や完成したものの出荷のタイミングを見ながら仕掛かり在庫や製品在庫の削減も図っております。 生産性の高いラインでサイズもコンパクト、はい、その結果写真のようにすごく工場が広々とゆったりとして見えるということですねえ、ここまではあの新組立工場の生産性の向上について伺いましたけれども省エネについても伺いたいと思います、はい、この特徴ある取り組みをされている省エネですけれどもどのように実現されているんでしょうかもともとはですね あの東日本大震災の後の電力不足に対応すると、はい、いうことのために省エネ投資や生産性向上を通じて電力消費量を削減しししようとしてきましたこの淡津工場では2015年度に電力会社からの年間受電電力量を工場全体で半分、はい、50%を低減する取り組みを進めておりましてうちこの新組立工場では約90%を低減させるべく 改善を積み上げております。90%低減ですか。はい、そうですね。<laughs> すごいですね。ありがとうございます。まあそのうちですね、えー、約3割が省エネ機器、省エネ設備を導入したと、で2割が生産性向上、残り4割がまあ太陽光発電を使うとか、あるいは来年1月導入予定のバイオマス発電、はい、このようないわゆる総エネですか、作るエネルギー、総エネで やることによりまして電力会社からの電力をセーブするとこれらを合計しまして九割の受電電力量を減らす計画であります今ご説明いただいたんですけれどもやはりこれだけの電力消費量の削減となりますと具体的にはどのような方法で達成していったんでしょうかそうです、ね、だいたい生産効率の向上と同様にですね、省エネとか総エネというものもやはり現場でどんどん知恵を積み上げるというのは非常に大事なんだろうと思ってます 例えばその省エネ設備でありましても LED 照明これを入れることでやはり導入も効きますし太陽光の活用あと高気密高断熱といったまあ例えばご家庭で節電すると同じような取り組みはもちろんやっておりますし工場らしいことでいきますとクレーンあるいは検査用のローラーなどの回転力をエネルギーとして再利用するとあるいはフォークリフト用のバッテリーを使った 蓄電システムこういうものも我々の知識や技能アイデアを生かしましてエネルギーを徹底的に有効活用する方策を取り入れましたはい、あの改善事例の中には石川県ならではの方法もあるというふうに伺ったんですがそうですね以前ちょっとご紹介しましたが、ええ、地下水を利用したあわず工場独自の空調システムがあります石川県は日本三名山の一つ白山がありまして、はい、そこを水源とする地下水が豊富にあり 水温がですね、夏でも冬でも、えー、摂氏17度前後と非常に安定しておりますアーズ工場ではこの地下水の水温あるいは地熱を空調の一部に取り入れて電力使用量を削減しております新しい組み立て工場にも導入しているということですね、はい、この新組み立て工場の地下のピット約3メートルありますけれどもそこにこの空調システムを設置しました地下ピットそのものが 空調のダクトになっておりまして、はい、この地下ピットは夏涼しくて冬が暖かいこのために冷暖房した空気を送る途中で温度が変わりにくくてロスが非常に少ないですね、うん、まあしかも床からこう快適な<ー>温度の空気が送られてくる,るということで、うん、作業者のいる高さまではもう無駄なく空調できると、うんうん、それから先ほど少し触れましたバイオマス発電、はい、これも石川県の特徴を生かした活動かなと思っております。そのバイオ バイオマス発電というのはどのようなものなんでしょうか。そうですね。バイオマスというのは一般的には樹木など再生可能なまあ、生物起源のエネルギーを利用するということだと思いますけれども、ええ、石川県は林業が盛んでありますけれども、林業で健全な人工林を維持するために欠かせないのが干抜マビキになります。ところが干抜材のうち曲がったものとかあるいは枝や根っこ、これは使い道がなくて林業収益に結びつかないので。 配信の中に放置されておりましたこのような干ばつ材を燃やして蒸気を作り発電するシステムを淡津工場に設置するとこれ年明け頃に稼働を開始する予定でありまして燃料は干ばつ材をチップにしたものですけれども、はい、我々の協力企業にローコストで使いやすい専用の破砕機を開発してもらいましたすで、えー、に淡津工場ではバイオマスの温水ボイラーを設置して一部の校内施設にも おお湯を供給しておりますエコロジーでしかも地域にも役立つ、はい、ということですね。そうですね。このバイオマス利用に関しましては今年の2月2014年の2月にですね地元の石川県、はい、それから石川県の森林組合連合会と我々が連携しまして地域の林業を活性化させるという包括協定を締結いたしました。このののの協定ではではすね森林林資源の有効活活用そししてて地域産業としての林業と性化 美しい里山の保全これを持続的に可能する社会に向けたシステムづくりを目指しております我々も地域の協力企業と連携しまして、はい、間伐材を伐採する機械あるいは伐採した企業を集める機械あるいは木材をチップ化する機械の開発などをメーカーとしてお手伝いできるんじゃないかと思っています再生可能なエネルギー利用方法でありバイオマス発電をまあ一つの核に石川県、はい あるいは林業の皆様、われわれの3社で地域振興モデルを築いていいててきたいと考えております、はい、あのここまで伺ってきました生産改革への設備投資ですけれども、えー、最後にです、ね、今後の展開についてお聞かせ願いまずバイオマス発電も近々稼働しますで省エネ効果がこれから具体的にどんどん出てくるということで生産効率の改善も出てくると非常に期待しております。 阿波ズ工場のメンバーもより一層の改善に力を尽くしてくれると思っておりますけれども、はい、私はまあ設備投資というのは人への投資であると考えております阿波、はい、津工場にはどんどんハードルの高い要求を出して<え>その高いハードルに対して若い人たちが考えて考えて挑戦してもらうということになったわけでございますやはりチャレンジがあって初めて人は成長するということだと思いますので、はい、今回の設備投資では直接の 投資効果に加えまして人への投資という面でも効果が発揮されていると期待されます、まあ、協力企業の皆さんにとっても大きなチャレンジの場になるんじゃないかと思います新しい組み立て工場においてはサプライヤーの皆さんとの連携もますます重要になりますチームワークを一層高めより高いハードルに挑戦し,していきたいと考えています 他の工場でも設備投資は進めていかれるんですか、はい、そうですねこのような設備投資を計画通り国内の他の生産工場に展開して着実に成果を出していきたいと考えておりますアワズ工場につきまして2015年度には小山工場そして栃木工場に着手してその次が大阪工場の予定であります、はいまあ、それぞれの工場で若い人たちが自分たちの知識や経験を活用し 高いチャレンジングなハードルを超えてくれるものと期待しております。我々は小松のものづくりの強みであるグローバルなクロスソーシング生産体制。つまり需要や為替の変動に応じまして。世界の最適値の工場でフレキシブルに生産し。供給できる体制をさらに期待ようとしております。アワズの新組立工場はこれまで以上に。フレキシブルな生産が可能な工場に生まれ変わりました。 各工場が新しい設備に更新されるのと同時にチャレンジの過程で人材が成長することによって小松のグローバルなものづくり体制がより強靭なものに成長するものと考えております。これからがが楽ししみですね、はい、今日はどううもありがとうございました